が横浜へ飛び出す OB の高田大輔さん、天野隆さん、小宮山貴信さんにご来場いただいております。大きな拍手をお願いください。映像を見まして、本当にいろいろなことを思い出しました。本当に自分がここに立ってこのスタジアムでこのようにお話しさせていただくことができる全く想像してなかったので、このお話をいただいたときすごく嬉しかったです。サポーターの皆さんに話すのが最後だと思い、ここに出させていただきました。僕が入団した時は松さんだったり今も、いらっしゃいますゆうじさん、こうじさん、坂田君だったり、本当にそうそうたるメンバーの方々がたくさんいて、その方々に、僕を引き上げてくれて、散々怒られましたけど、相当引き上げてもらえて、本当に一員になれたと思ってます。また、チームの関係者の方々にも、本当にサポートしていただき、サポーターの方々にもいつも大声援で応援していただきました。プロになってからの、プロというもの、プロの凄さ、また重みだったり、そういうものを教えてくれたのがこのチームでした。プロになって11年間さまざまなことがあり、本当に選手としてなかなか難しい時期もあったんですけど、いろいろあった中でこのマリノスにいた時間っていうのは本当にまっすぐで、純粋ながむしゃらに必死にやってきて、本当に自分にとってかけがえのない時間でした。それが僕にとっての、マリノスです。今こうしてお話しさせていただいていることに本当に感謝しています。本当にありがとうございました。また、試合前の忙しい時間にこのように、このような会を開催してくれたスタッフの方々にも本当に感謝しています。皆さん本当に本当にありがとうございました。お疲れ様でした。続きまして天野隆さん、お願いします。皆さんこんにちは。お久しぶりです。ちょっとコミ君が話し長かったので手短いに行きます。今日このような場を設けて、くれた、会社の皆さん、ファンサポーターの皆さん、今日はありがとうございます。僕はマリノスに入って本当に、人に恵まれました。トップチームに、特にトップチームに入ってからは、たくさんの先輩たちに、いじられて可愛がってもらいました。多分先輩たちの中で僕をいじってない人はいないと思います。毎日のように、いじられました。その他にも、マリノスに入って、たくさんの仲間と、サッカーができて本当に本当に幸せでした。
人のサッカー選手としてはもちろん、人としても、本当に大きく成長できた、10年間だったと思います。ファン・サポーターの皆さんには、たくさんの声援をもらい、試合中本当にきつくて、苦しくて倒れそうな時も、皆さんの声援があったから、僕は走ることができました。皆さんの声援が僕に、パワーをくれました。本当に本当にありがとうございました。今日は皆さん力を合わせて勝ちましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。浜野隆さんでした。では最後に坂田大輔さん、お願いします。さらにさらに長く話したので、時間の都合上、さらに短くしたいと思います。本当に今、ここに立って、こんな大きなスタジアムで自分が10年間もプレーできたっていうことを、やっぱすごい今、懐かしく、そして誇らしく思っています。そんな時に、皆さんが僕を後押ししてくれて、本当にいいプレーもできましたし、いい時も悪い時もありましたが、本当に貴重な時間を過ごさせてもらいました。これからはこのマリノスの一ファン、サポーターとして僕もマリノスをずっと応援し続けたいですし、皆さんも熱い応援をして、このマリノスをこれからもずっと支えていってもらいたいと思います。本当に短くなっちゃいますが、とにかく今ここに立たせてもらったことに本当に感激してます。でみんなが僕のユニフォームを今この瞬間にもすごいたくさん掲げてくれて、もう本当に感動してます。これからも、一緒にマリノスを後押ししていきましょう。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。坂田大輔さんでした。それでは横浜ファンの通り、クラブへの貢献に感謝の意を表し、花束を贈呈させていただきます。